皆さんこんにちは、指揮者の木村幸太郎です。やってまいりました、コヘマルクラブキャンピングツアー3日目でございます。今日はですね、じゃじゃーん、水槽の前です。今日はですね、いつもね、私がね、行きに行くときに利用する、博多の港ベイサイドプレイス博多にやってまいりました。今日はですね、こちらのイベントです。じゃん、海辺の発表会 in ベイサイドプレイス博多ということで、今日はですね、おなじみの指揮者の太田勝君とピアニストの西村沙耶さんとコヘマルクラブが共演をしてですね、一緒にですね、音楽会をするという企画でやってまいりました。ということで、この後コンサートがスタートいたしますので、どうぞご覧ください。どうぞ。今日はですね、私たち、コヘマルクラブという、プロの音楽集団と、それからですね、福岡の若き才能あふれる音楽家との、共演ステージをお届けしたいなと思っております。私たちはですね、中央区手後にありますグローバルホールという、福岡市でですね、唯一のクラシックをする専門の建物を、拠点にですね、勉強しておりまして、グローバーというオリジナル曲があります。それがですね、グローバルに広がっていったらいいなということで、グローバルホールという名前にしております。ではですね、その元になったクローバーという、オリジナルの曲をですね、まずは全員で演奏してみたいと思っております。それでは聴いてください。
回私たちの小山丸クラブキャラバンツアーのですね、スポンサーをしてくれております BMS 福岡の古賀さんに来ていただきました。イエーイ、古賀さんこんにちは。見てください、じゃん、あちら虹が出てます。私たちのこの活動、あの虹の彼方へということで、はい、ということでですね、まあ、今回私たちがね、こう、こういうツアーをしたいと言ったところですね、BMS ね、それから BMS 福岡さんが、協賛をねしてくださることになったんですけども、はい、どうして私たちの活動にですね手助けをしていただけたのか、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。それはですね、はい、たった一つ、木村さんが熱い思いを私に語ったからなんですよ。やっぱり子供たちに音楽に触れさせたい、その行き場がない、学校がない、演奏する場所がない、稼ぐ場所がない、そうするとやっぱりビジネスマンとしては、芸術とビジネスの融合をやっぱり考えないといけない。そこでこの一般社団法人 BMS が少しでもお手伝いできるといいなということで今回ご縁をいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、現在ですね、ツアー3日目なんですけど、保育園に行ったりですね、中学校に行かせていただいたりするんですけれども、やっぱりですね、そのこうやって演奏家がね来ていただくと とても嬉しいと言ってくださって、でも例えばこれにね予算がつくっていう話だったら、やっぱりちょっと二の足を踏んでしまうなっていうことをねやっぱりおっしゃられてました。だからやっぱりそのこういうふうにですね、こう私たちは音楽のね活動が できたらいい、そしてね、こう音楽家が来てくれたら喜んでくださるところ、そしてね応援していただけるところが、こういうふうにね手を組み合ったら、ね、いろんな幸せがやっぱり生まれるんじゃないかなっていうのを今本当に、肌で感じております。でやっぱり、ね、このツアーもうすぐね終わりますけど、やっぱりこの後もね継続していきたいと考えておるんですけどもね、やっぱりどういうふうに継続していったらいいのかをですね考えておりますけど、何かいいアイデアありますでしょうかね。私たちがまず異業種交流会をやっている、ここでやっぱり強みが出てた方がいいと思いますので、やはりそのコロナ禍で苦しんだ飲食さんや、集客が必要ないろんなイベントの人たちとか、そういうところに木村さんたちにご協力いただいて、共に立ち上がるような、ね、演奏家の人たちも何か私たちがお手伝いできるか、木村さんたちは演奏で皆さんを豊かにできるか、こういった融合が私たちに必要じゃないかなと思ってます。ということでですね、今回は、私たち、小山丸クラブのですねキャラバンツアーの、メインねスポンサーをしていただきました、BMS 公開よりですね、古賀さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。引き続きまだツアーありますけれども、頑張っていきたいなと思っています。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、それではですね、小山丸クラブツアー3日目最終地点の小郡市文化会館にやってまいりました。ね、このツアー最初で最後のですねホールでね演奏になります。見てください、小山丸くんもね、このフルサイズのねフルコンサイズのグランドピアノをですね、ただいま堪能中でございまして、素敵な BGM とともにお届けしています。さあ、この後ですねコンサートが行われるんですけれども、今日もですね即興演奏を予定しております。ここね小郡市での即興はどんな風になるかとても楽しみです。それでは皆さんお楽しみください。どうぞ。
小郡市文化会館での、公演が終わりました。いやね、初めての僕にとって初めての土地での、ね、コンサートでしたので、どれぐらい、ね、お客さんが、ね、来てくれるかドキドキしておりましたけれども、蓋を開けたらですね、本当にたくさんの方に来ていただいてよかったなと思っておりますしですね、なんかこう希望にあふれたような即興の、ね、曲もできてよかったなと思っております。今回はですね、こちらにいらっしゃいますジンさんでございます。ジンさんはね、木村カンタービレでも、ね、たくさんね、コメントをしてくれる、あのジンさんでございます。ジンさんがですね、ご縁をつないでくださって、今回のですね、コンサートができる運びになりました。ジンさん、どうもありがとうございました。もうこちらこそありがとうございました。とってもいいコンサートになったと思ってます。はい、わあ、ありがとうございました。どんなとこが楽しかったですか？いや、やっぱり、みんな、なんか一体感といいますか、うんうん、こうクラシックってこう、お行儀よく座ってじゃなくて、はい、まあ、みんな座ってましたけれども、はい、やっぱりこう手拍子とか、はい、みんなこう感じることがありながら、うんうん、聞けた、そういう時間を過ごせたんじゃないかなというふうに思います。体験も楽しかったと思います。わあ、よかったですね。本当に手の知れないこの小山るクラブを、ね、このおごりの土地に呼んでくださり本当にありがとうございました。こちらこそも、でせっかく、ね、始まったんで、また、ね、この第1回第2回とねできたらいいなと思ってます。本当にここのね、あのホールが本当に素晴らしい響きでね、多分聞いてる方もいい音色で聞かれてたと思うのでですね、またぜひ私たちも戻ってきたいと思っておりますので、またご迷惑をおかけしてもよろしいでしょうか。ぜひお呼びさせていただきたいと思います。 ありがとうございます。ということでですね、今回は木村カンタービレでもおなじみのジンさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ということで、はい、ね、小山るクラブツアー3日目が終わりましたね。はい、はい、今日はね、ベイサイドプレスに、ね、行きましてですね、はい、海辺の発表会というところにね、はい、出させていただきまして、はい、まあこうね、これから福岡をね、担うね、こう、若手のね、はい、音楽家たちとね、共演することが、はい、できましてですね、はい、それからね、終わって、おごりの方までね、移動してね、はい、ごおりのね、文化会館でね、音楽会をね、はい、演奏させていただきましてね、はい、私たちもね、初めて行く、まあおね、こう小山君は何回かおごりね、はい、させていただいてるみたいですけど ね、僕は初めてだったんですけれども、はい、思いがけずね、たくさんの方に、うん、来ていただいてですね、楽しいね、音楽会だったと思いますけれども、はい、どうですか、そうですね、小山さん、ちょい悪小山になってますよ。はい、どうも。はい、どうも。そうですね、まあ、おごりに関してはですね、僕もすごくこう、うん、福岡に住む、移住する前からですね、うん、たくさん演奏会させていただいた場所で、うん、なんかすごい今日は嬉しかったです。帰ってこれたなっていうような、うんうん、はい、思いで、こう結構特別な思いで今日はね、うん、演奏させていただいて、うん、はい、すごいいい日になりました。よかった。はるちゃんどうだった？はい、はい、今日はですね、うん、ホール、この7日間で一番、なんだろう、ちゃんと音楽会っぽい、コンサートっぽい会場でやった、うん、唯一できた場所だと思うので、はい、すごく楽しかったですね。うん、響きもね、良かったですね。良かったですね、うんうん、はい、ということでですね、明日以降もね、またどんなツアーになるかとても、はい、楽しみなね、ところでございますね、うんうん、ということで皆さん、今日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれではですね、さよならコールいきましょう。せーの、さよなら。